槙原さん、はい、今シーズンお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年はどんなシーズンでした？チームと結果としてはすごい悔しい結果に終わりましたし、はいはいはい、まあ、個人的にはすごいいい成績は残せたのかなと思うんですけど、はい、規定打席に2打席足りなかったっていう悔しさがあったんで、まあ、悔しい年でした。藤本監督のキングジョーカーとして勝負どころで抜群の存在感を見せた槙原大成選手、今シーズンは出場試合数、成績ともにキャリアハイとなる数字を残す活躍を見せてくれました。しかし打撃ランキングに入るために必要な打席数、規定打席にはあと2打席及ばず、チームとしても個人としても悔しいシーズンだったといいます。チームメイトも何か声をかけてくれました？一番いったらいいのにねっていう感じだったんですけど、まあ、チームもね、はい、最後まで優勝争いしてたんで、はい、まあ、僕のためだけにその僕を一番に持っていくっていうことはできなかったので、うん、まあ、それはまあしょうがないと。それでも3割1厘ですよ、はい、123安打、はい、この数字はどう感じます？一つもそうですし、自分の中で数字的にはすごいキャリアハイだったので、まあ、それはすごい良かったのかなとは思いますね、うん、打撃部門3位だったんですかね。多分それ2打席ボン出してても、多分3位ぐらいに入ってたのかなって思いますね、今宮越えでしたね悔しい。あと今年感じたのはやっぱ千賀投手の時打ちますね。今シーズン千賀投手が投げた試合は3割を超える好成績を残している槙原選手、そこにはやはり育成で同期入団した千賀投手と甲斐選手に負けたくないという意識があるようです。2人だけにそのいいところを持っていってほしくないんで、まあ、もちろんそのやっぱ同期っていう特別な思いもありますし、やっぱなんとか勝たせてあげたい、まあ、それは誰が投げるにしてもそうは思ってるんですけど、やっぱ同期っていうところで、まあ、より一層ちょっと気持ちが出ますね、うんうん、はい、でね、同期3人でお立ち台のチャンスあったんですけどね。そうですね、呼ばれませんでしたね。呼ばれませんでした。この話題になると何やら不満そうな表情の槙原選手、それはシーズン終盤のロッテ戦、この試合お立ち台に上がったのは千賀投手と甲斐選手の選択コンビでした。実はこの試合4打数2安打1打点と活躍していた槙原選手もヒーローに選ばれる資格は十分にあったはずなんですが、なんでですかね。いや、あの西田候補、哲さんが呼んでくれなかった、後ろの、はい、いや僕はもう呼ばれるもんやと思ってました。あの、哲郎さんまた言ってるな、それヒーローインタビューの話。そうです、同期3人初お立ち台が哲郎さんのせいで亡くなったって。いろいろあるんですよ。いろいろある。いろいろあるんですよ。哲さんが、悪かったっていうふうに思っていただければ、はい、結果的には、途中から来たことによってより注目が集まったと。ああ、確かに思ってもらえば。そこまでの計算が。これが計算があった。結果論なんです。もう素晴らしい広報活動じゃないですか。全部西田が悪い。そう。もうそれで汗ですで放送されますけど、いいですか。僕側の責任でもう全部。いいですか。はい、僕の責任イコール西田さんの責任。出た。それ西田責任で。もう全部まとめておいてもらって。最後に来シーズンに向けてお話聞きました。来シーズンは何かありますか。開幕戦っていうところはもうセンターを目指してやっていきたいなっていう、な気持ちはありますけど、まあ、でもどこでも守れるっていう準備はして、まあ、ゴールデングラブ賞を取りたいですけど、まあ、きついんで、なんかユーティリティ部門賞みたいなやつを、ね、作ってもらえたらいいですね。そしたらやっぱそのいろんなところを守る人たちもそれがモチベーションになって頑張れるんで。そうですよね。じゃあユーティリティ部門ができれば、はい、できなければゴールデングラブ。そうですね。バイジョーカー、ありがとうございます